視聴者を釘付け気にした平野のけん玉チャレンジ。特番、ハッシュタグサンピープル一枚ニュート砂時計の感動シーン。平野翔の努力と成功の瞬間を見逃すな。特番、ハッシュタグサンピープル一枚ニュート砂時計の収録に挑戦した平野翔のエピソードは、多くの視聴者にとって大変興味深いものとなった。彼が挑戦したのは、ワイングラスを使ったけん玉チャレンジで。 これは一見簡単そうに見えるが、実際には高度な技術と集中力が求められる。収録前の楽屋で、このチャレンジに挑むショーの姿は、多くのファンにとって新鮮で、同時に彼の人間らしい一面を垣間見ることができた。翔はこのチャレンジについて、収録前にこんなに焦りたくなかったとコメントしており、その緊張感が伝わってくる。しかし、彼の努力と根気強さはやがて実を結び、 最後には見事に成功させることができた。その瞬間、楽屋には歓声が上がり、見守っていたナオミも嬉しそうに拍手を送っていた。このエピソードから見えてくるのは、章のプロフェッショナリズムと、どんな困難にも立ち向かう姿勢だ。平野翔はこれまでにも様々な挑戦を成功させてきたが、今回の剣玉チャレンジはその中でも特に難易度が高かった。しかし、 彼は決して諦めることなく何度も挑戦を繰り返しその度に少しずつ技術を向上させていったこうした姿勢は多くの視聴者にとって大変励みになるものであり彼のファンはますます彼に対する尊敬の念を深めている今回の特番では他にも様々な凄ぎパフォーマーが登場しそれぞれが1分間という短い時間の中で自分の技を披露したこれらのパフォーマンスは 視聴者に驚きと感動を与え、多くの人々がその技の凄さに魅了された。特に、小のワイングラス券玉チャレンジは、多くの人々の記憶に残るパフォーマンスとなった。この特番を通じて、視聴者はただ楽しむだけでなく、挑戦することの大切さや、諦めずに努力し続けることの重要性を学ぶことができた。小の姿勢は、多くの人々に勇気を与え、彼自身もまた、 この経験を通じて成長することができた。また、今回の特番では、視聴者とのインタラクションも重視されており、SNS を通じて多くの反響が寄せられた。視聴者からは、翔くん、すごい。ナオミさんとの息ぴったりで楽しいといったコメントが多く寄せられ、番組の成功を裏付けるものとなった。これらのコメントからもわかるように、視聴者はただパフォーマンスを見るだけでなく、 その背景にある努力や挑戦をも楽しんでいるのだショーのワイングラス剣玉チャレンジは一見遊びのように見えるがその背後には真剣な努力と集中力が必要とされる彼のようにどんな状況でも最善を尽くし成功するまで諦めない姿勢は多くの人々にとって大きなインスピレーションとなる彼の挑戦を見て自分も何かに挑戦してみようと考える人が増えることだろう このように、特番、ハッシュタグサンピープル一枚ニュート砂時計は、視聴者にとってただの娯楽番組ではなく、さまざまな教訓や感動を与える貴重な機会となった。章の挑戦を通じて、多くの人々が新たな視点を持ち、自分自身の可能性を信じることができるようになったのではないだろうか。これからも、彼の活躍から目が離せない。さらに、今回の特番で見せた章の人間らしい一面は、 多くのの視聴者にとっって大変親しみやすいものであった彼の素直で謙虚な姿勢は多くの人々に愛される理由の一つであり彼のファンはますます彼を応援する気持ちを強くしている彼のような人物がこれからも多くの挑戦を続けその都度新たな一面を見せてくれることを期待している視聴者にとって小の挑戦を見守ることは まるで自分自身が挑戦しているかのような感覚を味わうことができる。彼の成功を喜び、彼の努力を称賛することで、自分自身もまた成長することができるのだ。特番、ハッシュタグサンピープル一枚ニュート砂時計は、そうした視聴者の感情を引き出し、共感を生む番組として大成功を収めた。最後に、この特番を通じて、 多くの人々が新たな挑戦を始めるきっかけを得たことを願っている。章のように、どんな困難にも立ち向かい、成功するまで諦めない姿勢を持つことで、私たちもまた、自分自身の限界を超えることができるのだ。これからも、彼の活躍を見守りながら、自分自身も成長し続けることを誓いたい。この特番を通じて、視聴者が得た教訓の一つは、挑戦することの意義だ。 平野翔がワイングラス剣玉に挑戦する姿は、単なるエンターテインメント以上のものを視聴者に伝えた。失敗を恐れず、何度でも挑戦し続ける彼の姿勢は、多くの人々に勇気を与えた。そして、何度も失敗を重ねた末に成功を手にした瞬間、その達成感と喜びは、彼自身だけでなく、見守っていた全ての人々にも共有された。挑戦の過程で感じた焦りや不安、 そして成功の瞬間に訪れた安堵感と歓喜は、誰もが共感できるものであり、その感情を共有することで、視聴者はショーとの距離を縮めることができた。彼の真摯な姿勢は、視聴者にとっても自己投影の場となり、自分も挑戦してみようと思わせる力を持っていた。章の挑戦を支えたナ美の存在も忘れてはならない。彼女の温かい眼差しと励ましの言葉は、 ショにととっって大きなな支えとなっただろう彼女の優しさと共感力は視聴者にも伝わり番組全体の雰囲気を和やかにした彼女の存在があったからこそ小も安心して挑戦を続けることができたのだろうまたこの特番では視聴者が SNS を通じてリアルタイムで反応を示すことができたことも大きな特徴だ視聴者のコメントや応援メッセージは 番組の盛りり上がりをささらに加速させた特に、賞の成功を祝う声や、彼の努力を称賛する声が多く寄せられ、その一体感が番組の成功につながった。視聴者は、ただ見るだけでなく、自分自身も番組の一部となり、共に感動を分かち合うことができた。このように、特番、ハッシュタグサンピープル一枚ニュート砂時計は、視聴者にとって特別な体験を提供した。 挑戦することの大切さ、仲間の支えの重要性、そして共感と応援の力を実感させる番組となった。ショーのワイングラス兼玉チャレンジは、その象徴的な瞬間であり、多くの人々の心に深く刻まれた。今後も、平野ショーのように困難に立ち向かい続ける人々の姿を通じて、視聴者が新たな挑戦に挑む勇気を得ることを願っている。この特番が 多くの人々にとってのインスピレーションとなり自己成長のきっかけとなることを期待しているショーが見せた努力と根気強さは私たち自身にも備わっているものでありそれを引き出すきっかけを提供してくれた彼に感謝したい特番「サンピープル一枚ニュート砂時計」が終了した後多くの視聴者から寄せられたコメントや感想は番組の成功を物語っている視聴者はただ楽しむだけでなく 自分自身の生活に取り入れられる教訓を得ることができた。挑戦すること、失敗を恐れないこと、そして成功を信じて努力し続けることの大切さを再確認する機会となった。この特番を通じて、多くの人々が新たな視点を持ち、自分自身の可能性を信じることができるようになったのではないだろうか。挑戦の過程で得られる経験や学びは、人生において非常に貴重なものだ。 平野翔が見せた挑戦の姿勢は、その重要性を改めて思い起こさせてくれる。視聴者の中には、この特番をきっかけにして、自分自身の目標に向かって新たな挑戦を始めた人もいるかもしれない。章の成功を目の当たりにしたことで、自分もやればできるという自信を持つことができたのだろう。彼の挑戦を見て、勇気をもらい、自分の夢や目標に向かって一歩踏み出すことができたのは、 大きな成果だと言える。これからも平野紫のように挑戦を続けることで多くの人々に勇気と希望を与えられることを願っている彼のように困難に立ち向かい成功を信じて努力し続ける姿勢は私たちにとって大きなインスピレーションとなる特番「サンピープル一枚ニュート砂時計」を通じて得た教訓を胸に私たちもまた新たな挑戦に挑むことを誓いたい